砂漠という牢獄に閉じ込められたまま時が過ぎていく。だがこのままでは終わらない。絶対にここを抜け出してみせる。絶対に。ほんま、こんな田舎におるんかいな。確かな筋からの情報です。間違いありません。この惑星ロザのどこかに潜伏しているはずです。砂漠の爪ってや、銀河でも一二を争うハンターや。行さん賞金もろてどこぞでパーッと派手に遊んどるんとちゃうの。こんな奴隷の惑星なんかにおるんかいな。大丈夫です、この星にいます。私の勘に間違いはありません。ロボットの勘なんて当てになるんかいな。なりますよ、ロボットにだって勘はあります。それにこれで本人かどうかをチェックすることができますし、とにかくこのスティーブにお任せください。はぁ、見つからんかったらごっつーキャプテンに怒られるさかい。ほんま頼むで。わかってますって。疲れたか。よし、いい子だ。中型のミッシュ2匹か。まあノルマはクリアだな。ではこれが今日の分だ。なんだこれだけか。もう少しどうにかならないのかよ。ここに運ばれてくる食料はわずかだ。お前たちのような奴隷に分け与える我々の寛大さに感謝してもらわんとな。こっちだって好きでやってるわけじゃねえんだよ。今日はこれだけだってさ。ロンガディアの奴らだんだん態度がでかくなってる。このままにさせとくのか。まあそう焦るな。ロザがロンガディアの支配に入ってからもう2年だ。奴らもこの星の環境には馴染めず疲労している。じきにチャンスは来る。なんでロザが戦争の巻き添えを食わなきゃいけないんだ。ああ昔は平和の星だったのにな。しかし奴らが来て悪いことばかりではない。奴らの見張りのおかげでビーストもやすやすとは町へ入ってこられなくなった。その見張りは俺たちを見張るためにいるんだけどな。なんだ。どうやらビーストが町へ侵入したようだな。こいつはかなり大きいぞ。よし、やってやる。待て、ジェスター。分かってる、無茶はしないって。あれか。まずいな、居住区に向かってる。なんだ。くそ、囲まれた。慌てるな、大した相手じゃない。でかい奴に便乗して出てきた雑魚どもだ。あんたは。話はこいつらを片付けてからにしよう。
やるしかない。あんた強いな。ふん、この程度では準備運動にもならんがな。何者だ。見ての通り味方だ今のところはな。それよりでかいのが居住区の方に向かった。捕獲すれば2万は堅い大物だ。行くぞ。2万ってあんたもハンターなのか。まあな。先はかなり危険だ。トランスポーターを使っておく。使い方は分かるな。